しみになっている。街の中を水が流れていく。そして岩手県大船渡、津波の影響で路地に打ち寄せられたのか、何台もの車が折り重なっている。その後ろでは火の手が上がっている。避難をしている人たちの姿も見える。宮城県北部で震度7、マグニチュード 8.8。 大きな地震が発生したのは午後2時46分だった。仙台市内のビルの屋上からは大きな白煙が立ち上っている。こちらはバイパス沿いにある大型の、家具の量販店です。ご覧のように壁がめちゃくちゃに崩れ落ちています。決してこれは解体現場とか工事中の現場ではありません。営業していた店舗の壁がこのように崩れ落ちています。そしてもちろん中にあった家具は倒れて、大変な状況になっています。そして外を